中野経済新聞杉山です。10月28日現在開催中の東北復興大祭典中野2017で青森ねぶたが運行しました。運行したのは中野セントラルパークの北側道路、中野区長や青森市長らが参加し、ラッセラーラッセラーの掛け声とともにねぶたを盛り上げます。雨にもかかわらず沿道には多くの人たちがこの青森ねぶたを見に参加していました。